レッスンが、7回目ぐらいなんですけれども、皆さん本当に回を増すごとにどん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 上手くなっていくのがわかるので、みんなで切磋琢磨しながら頑張っておりますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。石川真由子です。私は歌もダンスも得意ではなくて、はい、毎日うわーっていう気持ちでやってるんですけど、もっともっと頑張ってレギュラーメンバーになれるように頑張りたいと思っております。よろしくお願いします。柳瀬アルヒです。今回このレッスンを受けさせていただいて、いろんな間違いであるとか新しい発見ができて、とても実りのあるレッスンを受けさせていただいてます。意気込みなんですけれども、私ゲームが好きなので、ゲームをやる時間はやっぱりドキドキワクワクしていただきたいなと思ってるので、ドキドキワクワクを、お届けできるようなユニットの一員になれればなと思っております。頑張ります。寺本春子です。レッスンは日々毎日緊張してますが、一生懸命頑張ってます。はい、皆さんに癒しを届けられるパワースポットのような存在になれるように頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、澤田樹里です。今 KGF11 のファイナリストに ならせていただいて、みんなでレッスンをしているんですけれども、アフレコと歌とダンス3つありまして、なんか私的にはアフレコがすごく楽しいな、演技大好きなので楽しいなと思ってやってるんですけれども、よろしくお願いします。応援してください。はじめまして、知念さやかです。今回いろんなレッスンを受けさせていただいて、自分自身が成長していけたらいいなと思って、この高円寺女子サッカーで、残るのももちろん、一番の希望ですけど、自分磨きもしながら頑張っていけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はじめまして、久保田梨沙です。このレッスンが始まってしばらく経ってますが、毎回緊張して来る前お腹が痛くなっております。あ、頑張るぞ。ありがとうございました。どうも、はじめまして、甲斐梨沙です。私は、サッカーを小学生の頃2年間やっておりまして、それも含めて、声優もやりたいってずっと思っているので、声優のお仕事含めサッカーも含め、両方とも、もうしかもアイドルもできるっていう、なんかもう自分のやりたいことが詰まったもの、オーディションなので、絶対に合格したいと思っております。ありがとうございました。応援お願いします。はい、皆さんはじめまして、何でもできるけど何にもできない器用貧乏、栗山梨沙です。レッスンで毎回はぁーほーってなりながら頑張っています。歌うこと、踊ること、演じること全部好きなんですけど、私特に歌うことが好きなので、歌を皆さんに聴いていただきたいなと思うので、もちろん栗山も応援してほしいんですけど、28人全員応援してくれたらすごく嬉しいなと思います。よろしくお願いします。栗山梨沙でした。小屋のサラと申します。演技、発声とバシバシやってきたのですけれども、もう講師の方から熱いメッセージをいただきながら、自分で直していきながら、なんかすごく夢のような時間を、夢じゃないんですけど、夢のような時間を過ごさせていただいて、とってもありがたいなって思いながら毎回レッスンに来ています。いやー、この感じで、この勢いで最後のイレブンに残れたらいいなって思います。頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。福留美咲です。初めてのことばっかりでとっても大変ですが、友達もたくさんできて今とっても楽しいです。頑張りますのでよろしくお願いします。伊藤さやかです。今まではレッスンで演技、ダンス、歌を習ってきて、新しい自分に出会えた気がします。この新しい自分に出会えて、それをもっと成長できるように頑張りたいのと、 KGF11 に残って新しい自分を皆さんに見せたいので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。